お詫びになんかおごるよ。何食べたい？つか、今から見て回ったり。はいはい、散れ。高宮。自分が変わります。ムカつきますが、あいつはカバディでも本物なんで。どうして、最後までお告げをお伝えしなかったのですか？あれにはまだ続きが。はい。シュタイルは、ケシスの探検なる力を死者に与えました。よろしい。今回のイベントストーリー、マリンちゃんが手作りオムライス作ってくれるんだけど、うまかったわ。俺への愛がカンストしてる味だったね。話は聞いてました。アスモデウス・アリス、サブノック・サブロ、僕らと勝負しませんか？まあまあそう言わないでさ。少なくとも言うことを聞いていれば、衣食住だけはこの世界でも最高のものを用意してくれるんだし。ん？ああ、仕事じゃないのは俺たちもでしょ、ラン。俺たちは見物でいいんだよ。演技しようと思うと嘘くさいって言われるし、演技を意識しないようにすると感情を込めてって言われるし。それなあ。いってらっしゃいっす。あ、っていうか俺、走んなくてもよかったっすか？あのね、それで童貞くんに行くのがダメとかそういうんじゃなくてね、あかりが雰囲気に流されちゃうのは夏美嫌だから。ありがとう、助かったよ。あのまま死んじゃうのかと思った。私は奏、見ての通り猫霊族だよ。よろしくね。そっか、通りで落ち着いた街だと思ったら、レニーちゃん以外の子供をほとんど見てないんだ。私今日からこのクラスに入るスペシャルウィークって今。緊張しすぎた。お母ちゃん。はじめまして、私一年の水瀬なぎさです。よろしくお願いします。嬉しいです。私ずっとバイトを探してて。あ、でも接客ですよね。私目つきが悪いんですか？大丈夫でしょうか？いいだろう。それでも桜坂さんがいるから諦めろって話じゃないし、それより私は自分のためにちゃんと考えてほしいんだよ。白根も大変ね。こんな泥まみれの血まみれで言っても女の子は引くだけにゃ。キモいキモい。勝ってます。その子はぺったんこじゃないですか。いかがですか？わがままね。やれやれ、仕方ない。特別に私の次のシリーズあんたのとこで書いてあげる。かわいいよね。ごめんね翔太くん。今日は翔太くんに僕のことを正しく知ってもらうために二人を呼んだんだ。私一人でちゃんとやれるかわからないけど、相馬くん、今日は私に勇気だけ貸してください。もっと自信持ちなよ。しおりはいい女なんだから。元気出たろ？うん。ウセミドリと言いますし、モデルキャットのイニシエーターです。パパはパパなの。ミュね、パパいないの。だからお兄ちゃんがパパなの。やー、パパはミュのパパなの。どうも。ああ、先日の一件ですけど、やっぱり火の飛躍で洞窟を崩すというのはやりすぎだと思うんです。君は翼が弱くて飛べないひな鳥を見つけたら飛ぶのを手伝ってやろうと言って空に放り投げて自己満足に浸るタイプか。そうですか。あれが初めてじゃないのですね。完全に完璧に全璧に変態さんなのですね。はっ。あぶねえ。ごめん、俺が急に声かけたから。さっきはマジごめん。怪我はない。早いとこ片付けようぜ。笑った。いや、こいつの笑顔に何驚いてんの俺。子供の普通の反応だろうこれは。そして悪があるところには必ず犠牲者がいるんです。タバコはマナーを守ってる喫煙者の人まで色眼鏡で見られるし。ジョーちゃんはまだどこにも所属しておらんじゃろ。ならば我が輩のアンデッドか、双子のトゥインクに迎え入れようではないか。そもそも俺はな、白石さんとデートの約束なんてしちゃいねえんだよ。これで確信したぜ。お前山田だろ。いやー、何喋ってっか分かんなかったけど熱かったぜおめえ。俺は桐島英次郎。今みんなで訓練の反省会してたんだ。私も次郎くんが旦那さんだったらよかったかも。
渡辺さん帰ってくるよね。幽霊が見えるなんかよりずっとその人たちの声や恐ろしい顔が頭に一日中流れ込んできて、私はその行くことは言ったんですけど、なんでしょう、体調が優れなくてあまり楽しめなかったというか。だってかっこいいから、なるみちゃん。え、それに友達になりたかったから。ありがとう。ほな行きます。3か4お願い出て。ああ、それならマスターキーで開けさせてもらったよ。私の七つ道具の一つでね、この鍵に開けられない鍵はないんだ。マジでちゃんと夫婦ごっこしてみようよ。 A ランク取れたらハッピーエンド、本番の練習にもなるし、いいでしょ。お父様、この方が私の初めてを捧げた第四神祖、暁古城です。え、それでそのあんたのオナニーに私を巻き込もうとする意味は。しずくちゃん、私行くね。私もはじめくんについて行かせてくれないかな。うん、絶対ついていくから。ごめんはいらないっていつも言ってるじゃないですか。こんなことはいつものことですし、気にしないでください。リベリアン、私この子に償いをしたい。お母さん、ごめんね、私は君のお母さんじゃない。どこがだよ。話し方は可愛げねえし、露出が多くて下品だし、俺らみたいな日陰者をバカにしてて心底関わりたくない人種だ。これが足に刺さって暴れ出したのか。もう大丈夫だ。怪我はなかったか、ミオ。俺も彼氏のつもりになることはあったよ。でもお前の気持ち分かんねえから黙ってた。俺お前のこと好きだ、ちゃんと付き合おう。なんだよこれ、入れ墨？え、本物か？確かにこれじゃあ夏服無理だな。そういうこと。すげえ。おまけに揃ってジャガーノートがガス欠で、はぐれてたファイドが探し出してくれるまで身動きが取れなかったっていう笑えない状況でな。これぞ我が最強愛。